ファイターズキャンプライブ2024タビックスタジアム名護からお届けしております。さあこちらブルペンですが、まあ、このどっしりとした下半身、北浦投手です。そして堀瑞希投手、さらには山本拓海投手、上原健太投手という4人がブルペンに入っています。さあこの上原投手、まあ、このね一口目もねオフにドライバーシャフトが避ける会心の一打でパワーアップを実感という。折れたってことですか。シャフトが避けるってどういうこと。グラスファイバーなんでカーボン素材じゃないですか、はい、だからパキッと折れるときに素材が避けて見えるんですよ。ただただシャフトが傷んでただけだと思いますよあれってそんな簡単に割れるもんじゃないから。そうですか、はい、ジョン・デイリーでも割れてませんからね、まあ、上原投手はもうパワーアップを実感したと。その前に練習場とかでダフりまくってて傷んでたんですよそっちの可能性は高いですよね。高いですよ。聞いたことないですもんね、うん、ヘッドが折れて飛んでったから聞きますけど、ね、そうですそうです、それでパワー感じるんじゃなくていかに変なとこ打ってたかですよそうなんですかね。その前に痛める作業があったということで、今もうゴルフされる方でこれ見てたらみんなうなずいてますよという冗談をぶっ込みたいぐらいのコメントやったな。さあその上原健太投手ですが、まあ、昨シーズンはね19試合登板で、まあ、防御率 2.75 100イニングを超えましたが、ただ4勝7敗と3つの負け越しがありました。シャレ聞いたこと言うな上原。だって本人喋ったらめっちゃ冗談言うでしょ。言いますね。なあ、まあ、基本真面目な選手ですけどね。真面目ですけれども、そのね報道陣取材記者とかに対するその対応なんかを見てますと、まあ、こういう感じの柔らかい感じ。そうやね、面白いんですよ。だからその一環で冗談言ってくれたんやろうね。そうですよね。まあ、そしてこの、ね、上原投手、まあ、先輩に当たる明治大学の先輩に当たる山崎幸也投手が、まあ、チームに加入したということで、まあ、山本さん、このローテーション争いというところでもこの、ね、上原投手食い込んでいきたいですよね。食い込んできたよ。だって100イニング以上も投げれるんでしょ、はい、もう今年規定投球回数やっぱ先発を狙ってほしいね。うん、だってファイターズも辛抱を重ねて彼大学卒業のその可能性のあるピッチャーをここまで育てたわけですから、もう今は結果で恩返しするしかないですよね。そうですね。ピッチャーやもん。やはりもう期待が大きいピッチャーなんでね、もう一本出しと言いますか、もうなんていうかな、数字としてねしっかりとした数字を出してほしいですよね。まあね、どういうローテーションになるか、まあ、加藤投手、伊藤投手、まあ、それから、ね、バーヘーゲン投手も入ってくるでしょうし、うん、であと山崎幸也、まあ、その4枚は、まあ、新庄監督の中ではもう計算といいますか、うん、まあ、先発ローテーションはもう入ってくれるだろうという、ね、期待は込めてるでしょうね。残り2枚というところで言うと、まあね、昨日おとといですね、北山投手も非常にいいピッチング見せましたし、そして根本金村という若手のいいピッチャーもいるということで、まあ、そこに上原健太、いやちょっと、ね、どうなるかというところですね、うん、あのね彼の成長を感じたのは勝てなくて悔しい表情でベンチでもどかしさをこらえているところを見た時があったんですよ、はい、涙浮かべるほど。お、もう一人前になる最終関門に来たかと、うん、そう感じた時がありましたよ。去年一昨年ぐらいだったかな、うん、上原投手って僕のイメージですよ、もうその日ダメだったらもうとことんダメなピッチャーだったんですけど、少しこう自分の状態が悪くても試合を組み立てるっていう能力はもう去年1年で抜群に上がったと思いますので、はい、だからそのシーズン通しての浮き沈みはだいぶ少なくなってきましたよね。でやっぱ先発ピッチャーって言えばそれが一番大事じゃないですか、はい、いいコンディションでいい球投げれてるなんかシーズンで多分何試合だと思うんですよね、うん、悪い時に
まあ、5回2失点3失点6回2失点3失点にまとめるのが本当にねローテーションを守り続けるピッチャーと思いますんで、そういう引き出しは本当にできてきたなと、もう今年も勝負できるなと思いますね。なのでヒーローインタビューで今日はこれが良かったってコメントが出るのはそれですよ。今日はこの部分が良かった、はい、今日もってあんまり聞かないでしょ、うん、これまたねそれをね、はい、その次の引き出しを出させるのが上手かった人がいるんですよ、はい、世界中のピッチャーを作った男鶴岡慎也。僕ですか。そうですよ、分かってて知らねらしい表情でしたね今。もう全然もう本当そういう振りが来ると思わなかったですけど、ダルビッシュアメリカ行くときにスムースに行くときに給料いくらでもいいからついていったらダルビッシュと出来高契約したらどうだみたいな冗談僕言ったぐらいだもん。いやもうそれ もうたくさんピッチャーに受けさせてもらいましたけど、やはりこうねポテンシャルで勝ってるピッチャーもいるし、頭を使って勝ってるピッチャーもいるし、ね、そうやって打たれ強い。ダルビッシュは後者でしょ、研究でしょ。もう彼はもうどっちもそう。あ、そうやね、両方もある。もう彼クラスはもう、ね、どっちも持ってるピッチャーですけど。そうですね、鶴岡さんはこのキャンプではあのブルペンに入ってボールを取ったりということはないんですかね。いや今年去年はその WBC の準備ありましたけど、今年はもうしっかりとこの解説席で喋ることに集中したいですね。喋ることに集中で、はい、さあそしてブルペンでは山本拓実投手、まあ、紅白戦でも、ね、岩本さんアウトコースに抜群のボール投げ込んでましたね。はい、うい差し込んでアウト取って最後はもう手も出させませんでしたよ、ね。まあ、昨シーズン郡司とともにファイターズに加入したこの山本なので、この名護のキャンプも初めてということになります。あーそっかそっかそっか。先ほど少しこうねピッチング始める前に左肩を閉じることを意識しながら始めてましたけど、はい、やはりこうピッチャーのバッターもそうですけど、どんだけ横を向いてる時間が長いかでいいピッチャーいいバッターって決まってくると思うんですよ僕はね。もう山本投手はそれ分かってるので、しっかりとこの横を向いてる時間を意識してその後に普通のピッチング始めてるんで、ここら辺のこう、ね、目指してるものとか意識して取り組んでることはやっぱり素晴らしいなと感じますね。山本拓実ですが、昨シーズン26試合に登板して3ホールド防御率 1.50 ということで、この数字を見てもこう飛躍した1年と言っていいですかね。まあ、そうですけど、なんていうのかな、はい、パリーグに来て初対戦のバッターって多かったと思うんですよ、はい、やはりこう初対戦の時って野球はピッチャーが有利だと思うんですよね。なので今年ある程度こう他球団の主力たちも彼の球筋だったり変化球の軌道だったりとか分かってると思いますので、はい、その中でどうやって対応していくかですね彼もね。そこから、まあ、どういっただから今シーズンの数字がさらに大事になってくるんですね。であとはもう1年間もうどの場面でも起用できるピッチャーだと思いますので、もう先発もできると思いますし、でちょっと先発ピッチャーが今日良くないなと思って3回ぐらいからロングリリーフしてくれっていう場面でも使いますし、勝ちゲームでも勝ってるゲームでも1点2点を守るピッチングもできると思いますので、はい、もう首脳陣としてはものすごくいてほしい選手ですよね。まあ、このファイターズにやってきた時もいきなり山本郡司の、ね、元ドラゴンズバッテリーで先発というエスコンでのデビューでした。もう一回ください。さっきのバギーの時もそうなんですけども、
コントロールのいいピッチャーの特徴の一つでね。もう一回同じスローください。これね、頭の位置なんですけども、はい、足上げて決まるじゃないですか。ここからマウンドの傾斜でね、一回斜めに出て、どの辺まで斜め行くだろう。でこの辺から一回まっすぐ行くんですね。はい、マウンドの傾斜から、まあ、ちょっとまっすぐに見える。ほんで絶対に上に上がらない。基本は決まったところから斜めに降りていって、そして横向きの間がちょっとあるんですけど、それは粘りですよね。今あの鶴岡さんが言ったら多分横向いてる時間の一つだと思うんですけども、さっきのバギーも斜めにマウンドの傾斜に委ねる頭のポジションがあって、そこからちょっと平行になってそのままリリースなんですよ。絶対に上に行く、あのマウンドの傾斜と喧嘩する身の動きっていうのはないんですよ、あのコントロールがいいピッチャー。時々フィョッと浮いてしまうピッチャーいるんですよ、うん、でやっぱコントロール苦しんでるなとか思いますよね。リリースした後は別ですよ。確かにこのピッチングフォームで頭だけにこう注目してみると、こうスムーズに頭が動いているような、縦のブレがないような感じがしますね、うんうん、そうそう、ブレずにもう傾斜に委ねて最後リリースしている。結構もうこのね、一軍のキャンプのブルペンで それが崩れるピッチャーってほとんどいないんですよ。かつていたんですよ、ギッコンバッタン、ギッコンバッタン、頭がブルブル震えるピッチャーが。あの鶴ちゃん覚えてるかな、あの鎌倉って言ったでしょ、はい、鎌倉。